はい、どうも、ルルカです。ルフランね、まあ、久しぶりなんですけど、まあ、生放送でずっとやってたんですけど、ちょっと、進めていきたいっていう部分もあって、動画撮っていきます。さあ、ちょっと行きましょう。まあ、新しいね、アストルム王国っていうのがね、出たので、まあちょっとこちらに行ってみようかなと思っております。さあ、ちょっと新しい地だからね、ちょっと不安ですけどね。巨人。ん？敵か？いやいやいや、敵ではないです。戦闘開始になりました。いけ、魔性眼精気づき。なんか必殺技使う間もなく終わってしまった。飛び込みますかと聞かれて飛び込みます。おお、飛び込んだらなんか場所が変わりますな。こういう仕組みなんだね。いきなり出てきた。いざ参る。いや、なんだなんだ、空挺気球隊2つのとこいきなり出ないでね、ビビっちゃうから。スーパーチキンルーなんでね。
ダンジョン RPG ってさ、なんかこう想像力が膨らんで俺楽しいなって思うんですよね。なんかこうやってさ、キャラがいないじゃないですか。一歩前進すると一旦が経過。花瓶にぶつかっても同様。あ、ありがとうありがとう。なんかね、この世界に入った気持ちで遊んでる感じですね。また来た。どっから逃げた。お出しするか、するのか。何やねん。黙れ。いざ参る。黙れ小僧。あ、そういえば俺攻略本のなんだっけ、魔婚書。結婚書か。まだ導入してないな。そろそろ導入しよっかな。なんかスキル、ドナムがね、結構多いんですよ。あと、経験値アップとか、ゴールドアップとかついてて。これの動画に、つけときます。アンケートを。で、使っていいかどうかっていうのを、みんなにちょっと委ねます。まあ、俺的には使わせてくれって思ってんだけど、許可を取りたいと思います。アンケートでね。あ、間違えちゃった。間違えちゃった。始めましょうか。あとね、ルフランと関係ないんだけど、ポケモンってもう少しで出るじゃないですか。俺、ポケモンって、ぶっちゃけね、緑だ。高校の時に友達からもらった、緑しかやったことないんですよ。一応クリアしたよ。でもね、これ面白いな、乗り越える。それしかやったことなくて。で、今度さ、ポケモン出るでしょ？新作。完全新作。完全新作だよね。で、ポケモンって対戦が熱いんでしょ？今っていうか、いつからか知らんけど対戦熱いんでしょ？正直言って生放送に向いてんじゃねって思ったんですよ。で、割と見てくれてる人でコメントくれてる人って、なんていうのかな、ポケモン世代の方が多いのかなっていう印象があるので、なので、俺と一緒に遊んでくれる人いないかなって思ってるんですよね。で、俺も、なんていうのかな、やっぱり育成ゲーって楽しいじゃないですか、ぶっちゃけ。なんか自分の努力が報われたかどうかっていうのがさ、すごいわかりやすい。まあ、この、なんていうの？ダンジョン RPG もそうだよね。ハック&スラッシュっていう風に言いますけど。え？これ、何これ？ハック&スラッシュとか言ったりするけど、なんていうの？こうやって、ランダムでアイテムが出てきて、で、それを、こう、何回も頑張って、先へ進んでいくっていうか。まあ、そういう系統のゲームなんですよね。ハック&スラッシュ。だからウィザードリーとか、まあ、そういうゲームが、まあ、それに当たるんだけど。なんかそういうゲームを、まあ、今って、まあ、正直言って、ゲーム何でもできるような、ゲームの数が減ったけど、種類がちょっと多すぎて、スマホゲーがね、すげー多いからなんだけど、昔よりもね、やっぱりゲームがリリースされる量って増えたと思うんだよね。だから、選択する上で結構難しいなと思ってて。だったら、もう、なんつうの？そういう、なんかやり込める系のゲームをやりたいなと思ってます。ちょっと待って。
これ行けるところ全部行ってから行くわ。なのでちょっとポケモンに少し興味が湧いてますね。妖怪ウォッチもね、一応ね、持ってるよ。3は持ってないけど。1と2。で、2は2本持ってるね。なんだっけ。なんだっけ。妖怪ウォッチ2と、なんだっけ。妖怪ウォッチ2の、なんか決定版みたいなのあったじゃん。あれも一応持ってるんだけど、全然やってないんだよね。ワンをやってないからなんだけどね。広いなここ。いざ参る。俺ここの唐突に話変わるけど、ここのダンジョンの音楽結構好きかも。心地よく眠れそう。イベントまたか。逃げ出してる。おとなしくします。戦闘開始だ。結局戦うことになるのね。やったぞ。未開放、これいつになったら開放できるようになるんだろうな。いざ参る。オッケー、不意をついてやったぜ。経験値も結構高いね。でもレベル全然上がんないわ。戦闘後手武器とか全然変えてねえけどさ、もう強いの手に入ってんのかな。ただ、手に入ってんね。レア系よりも強いもん。サムスンに装備させた方がいいかもな。ちょっと攻撃力が。あ、レアじゃん。レアだったら装備したいよね。お菊には防具を、防御をちょっと上げときたいね。すぐ死んじゃうから。あ、いいのあったわ。これ何が上がるのこれ。よう分からんわ。え？こいつら破壊しなくても飛び越えられんの？やるやん。ちょっと待って。攻撃力でやっぱり高くなったね。そりゃやったぞ。
おもちゃの宝石。何に使えるんだろう。お、レアのやつ。さっき装備したばっかりだけど。装備変更。やったね。ヨーロ歴定情報。初めて見んだ。まあ、特に何もなかったですね。さあ、マップはどんな感じ？まあ、初めて来たマップなんで、とりあえずね、あの時間内、こう、なんていうの、こう動き回る感じで行こうかなと。なんだ。戦闘開始だ。ここなんだろうね、面白いね。オッケー。なんで南区に巨人がいるんだ。兵士は何をしてるとかって、なんかもう他人とは思えないんだけど、ルーって言われると。こっち行けばいいのかな。魔撃士の結婚書。結婚書増えたね。あれ？ 2 個目だ。でも俺魔法使えるやつがいないんだよね。見つかっちゃいましたね。す？始めましょうか。行くぞ。こりゃ。行くわよ。おい、なんだあれ。え？ちょっとよくわかんねえ。あ、見つかっちゃった。始めましょうか。
ここはいないのかな、あのなんかそういうやつはいなきゃいいんだけど二つなキャラね。レベル上がった、久しぶり。勇気ある魔女の守り。所持マナが増えるほどに敵がレアアイ、あ、そうなんだ。それは知らなかった。敵がおったわ。始めましょうか。いっぱいいんだけど。ちょっとこいつやばそうだからこいつ、あ、ダメだった。やばい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 、サムスン死ぬ。てかなんでサムスン集中攻撃するんだよ。攻撃のチャンスだ。ちょ、ダメだった。でも1で耐えた。うわ、ダメー。ちょっと大変なことになりましたよ、皆さん。行くわよ。行くぞ。はい。ちょっとさすがに5体は厳しかったね。大きくなっちゃった。どうしようかな。戻るにはどうしたらいいんだ。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、なんで新しいとこにどんどん行っちゃってるの俺。行きたい方に敵がいたからかな。大丈夫だね。あ、行ったーでも無理っすね、これも戦うしかないですね。いざ参る。あれ何？何が起こった？いやー、これもしかしたらあれかもしんない。今の PS2、PS3 が
起動したのかもしれない。PS3、なんていうの、時間でさ、自動でこう更新する設定、もう解除した方がいいかな。ほとんど使ってねえのに。戦闘中しか回復魔法使えないからね。あ、そっか、よく考えたら蘇生中があったな。もったいないか、さすがに。まあちょっとね、ここまでの探索で一旦終了するために戻っていこうと思います。左に行くか。よし。あれ？いやーもうほんと、いいとこに敵おるな。まだ弱いね、俺のパーティー。まだこのダンジョンをね、こう自由に渡っていくのにはまだ厳しいかもしれんね。この上なんだけど、敵がおるやん。しょうがないな、これ。回復アイテム使うしかないね。銀貨3万5000もあるからさ。もう、よもぎ何個はね、買おう。またこれか、この3体か。強振で90しか当たんなかった。あれ、さっきのやつって、あ、違うか。入れば戻れると。だいぶ探索はできたと思うんでね、今日はこんなところでいいかね。拠点へ。もうなかなか面白いな、新しいダンジョンもね。よしよっしゃ、サムソンもレベル上がった。で V 破壊されなかったからよかったよ、ほんと。よもぎ何個多めに買っときます。俺みたいな雑魚はね、ちゃんと回復アイテムをね持っとかないと。
OK。というわけでね、今回はこれで終了していきたいと思います。生放送でやるときと、動画をこうやって出していくときと、分けてやっていきたいなと思います。ですので、生放送ない場合もね、ゲーム進むように、その時は、動画出していきますんで、ぜひね、ご視聴の方よろしくお願いします。ご視聴どうもありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。